こんにちは、アスカです。今日はですね、5分で料亭のお味噌汁を作っていきたいと思います。最近超寒いんでね。はい、じゃあ早速やっていきます。まずだし汁を作っていきます。なし汁、ブシャーじゃなくて、なし汁じゃなくてだし汁です。昆布だしと水を使用します。これを 1g 入れるって書いてある。これって結構濃ゆいらしいんでね、もういいんじゃないですか。はい、あっという間にお湯が沸き、溶けたんでしょうか。これは温まったら酒大さじ1。はい、次はみりん、新しく買いましたみりん大さじ1。はい、味噌です、大さじ3って書いてありました。続いて砂糖小さじ1と半分入れます。あと塩一つまみ入れて超絶かき混ぜます。濃いそうだな。あと豆腐入れて煮るまで煮る。汁と玉ねぎを入れました。汁増やして玉ねぎ入れました。はい、はい、完成しました。味見します。はい、味見します。いただきます。うまい。ちょっと濃い。